あのこのシリーズを2人でこう自由にやらせてもらえるシリーズを重ねていくたびに、うん、安定感というか自由に喋って動いて笑ってみたい な, なんかそ安定感を特に今日感じたので、すごく今回も楽しく参加させてもらいました。そうですね、やっぱりクリスマス気分を一足先に味わえたので、もう今年のクリスマスはいいんじゃないか。そこまで。それぐらい満喫してます。あら、よかった。はい。私なんか毎年猫って答えてる気がするんですけど、うんうんうん、クリスマス関係なく撮りたいものは。でも、あの室内でなんかこう撮ること、写真を撮ることの方がやっぱり多いから、うん、なんかこうアクティブに友達たちと過ごしてる中でこうみんなで撮り合うっていうのは、あのここの撮影ではね、なんかやらせてもらえるけど、現実にないというか、私の中ではプライベートになんかちょっと寂しいことにないので、なんかね、あの地元の友達とか最近会うことがすごく増えて、大人になってさらに増えたので、なんかこう改めて写真をこう共有するっていうことがそんなにない、減った気がしたので、してるので、まさに撮ってなんか共有してお家とかに飾ったりするのもなんかいいなって、大人になってからの思い出をなんか残したいなと思います。やっぱり仲間たちじゃないですかね、うん、仲間たちと撮ってスマホの裏に飾ってほしい。先ほど本当、うん、なんかそういうのできるんじゃないですか、やっぱり。なんでそれぐらいやっぱりちょっと写真の枚数をいろんなバリエーション撮って仲間たちに渡していきたいなと思います。今具体的なものは何個か浮かんだんですけど、うん、ざっくりこう系統で言うと、うん、もうゆっくり休めるグッズが分けないです。いい、なんかこう枕とかあるじゃないですか。私自分のオリジナル枕じゃないけど、なんていうの、首の後ろの型を取って作って、一番こう休める、疲れが取れるというか、ぐっすり眠れるやつを作ってからすごく良かったので、本当型を測りに行きましょう。一つ言っていいですか？持ってない。俺、寝るとき、うつ伏せなんよ。怖っ、嘘、うん、だから枕いらないのよ。うつ伏せ、嘘、こう寝れないんだよね。息が苦しいってなっちゃう。そこっちの方が苦しくない。こっちはまだなんかこう、そうでももしかしたら合ってないのかもしれないね、まあ、自分の起きるまでずっとうつ伏せなの。そうそう、だからやっぱ苦しい。どっちだ。で、いや、まあちょっと肩取ってね、癒しグッズだ。じゃあ癒しグッズにじゃない、うん、ある。なんか睡眠って大事じゃないですか、はい、大好き、結構こだわってるので、はい、なんかアロマの香りとかもいいですね。そうですね、そうします。ありがとうございます、はい、あ、もうそれはもう毎日、はい、匂いとか好きなので、お、うん、よかった。匂いで癒されることもあるし、それぐらいこだわってるんで、ちょっと匂いは嬉しいです。僕北海道好きで、お、うん、あの仕事でもその仲間たちと北海道行くこともあって、うん、やっぱりあの大自然、北海道よく、そうなんですね、そうだよね、なんだか、うん、そうだよね、縁がありますね、ありますね。じゃあ北海道ですね、北海道旅行、最高した、北海道くれんの、違う、北海道旅行、北海道旅行、うん、しかもホテルもあの猫 OK みたいな、あ、最高、うん、猫と共に自然を味わってほしい。待ってます、はい、帯広がいいです。そうだね、ちょっと帯広で探します。、はい、
ましょう。行ったことないところにも行ってみたいですけど。